次はかっちゃんと桐島くんの試合。この二人は騎馬戦で組んでいたけど、理由は桐島くんの個性がかっちゃんと相性がいいからということもあったはず。桐島くんの個性、効果はシンプルで物理的な攻撃にめっぽう強い。ただ個性自体に攻撃性能はないから、そこは彼のフィジカルに依存するはず。一方かっちゃんは個性自体の攻撃性能がつば抜けて高いけど、効果の個性をいかに攻略するかが試合の鍵だった。さあ行くぜ、爆音ぶっ殺す。やってみろ、爆発三太郎が。ぶっ倒してやる。俺は倒れねえ。レディークラッシュ。耐えてみろよ。ちょっと負けんぞ。やれ、ね、いつまで決まってんだ。さすがに家庭だけじゃねえな。だが誇らんで。自身の高い身体能力と個性で押していた桐島くんだったけど、絶え間ない爆撃を耐えきれなかった。個性も身体能力の一部、限界はあるのだ。そしてかっちゃんは桐島くんの耐えられる限界を押し切った。落ち着いて勝ち筋を手繰り寄せる判断力、恐ろしい。雄英体育祭、雄英体育祭。